サンポルダマールは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、マレズマ軍の基礎自治体。1981年には、カタルーニャ5名が公式名に定められた。地中海に面しており、海岸沿いの東隣には、カレーリャ、西隣には、カネダマールがある。のマレズマ海岸に沿って、カタルーニャ州とマドリードを結ぶ、大動脈である、N、N-2 公線。 近郊鉄道のマレズマ線が走っている。三杯目境界十世紀にサンパブロ修道院の周りに町が形成された。19世紀末までは目立たない漁村だったが、二十世紀初頭に地中海に沿ってマレズマ鉄道線が開通し、ブルジョワの富裕層にとっての避暑地となった。1966年には今日のサンポールホテル観光大学校の前身となる ホテル学校が設立された。この学校では、国際ホテル経営学、美食学、料理学の学位を取得することができる。卒業生の中には料理人のラモンフレイ社などがいる。ミシュランガイドで3つ星を獲得しているレストラン、サンパウの存在はよく知られている。サンパウはサンポルダマール出身のカルメルスカイエーだが、オーナーシェフを務めており、多くの美食家を、 サンポルダマールに引きつけている。今日のサンポルダマールは観光業が経済の基盤となっており、ペーストリー産業もまた注目されている。20世紀後半には自動車ブレーキを製造するフレノスサウレダが成長したが、21世紀初頭に市街地から離れた工業団地に移った。ありがとうございます。